はい、月です。それでは本日は以前ご紹介した超極小モバイルノート PC GPD ポケット2について、バージョンアップされたモデルの出荷が開始され、お借りすることができましたのでご紹介させていただきます。何がバージョンアップされたかというと、 CPU がバージョンアップされています。第8世代 Core M3 が搭載されています。お貸し出しいただいたのは、これまで私がモバイルゲーミング PC GPD Win 2、こちらですね。こちら GPD Win 2と、前回ご紹介した GPD ポケット2、はい、こちらが GPD ポケット2になりますが、こちらを購入した日本代理店の天空さんです。 GPD を扱う日本代理店さんはいくつかありますが、前回の動画で天空さんおまけがいっぱいついてアフターサービスも良かったよとご紹介したところ、新しい CPU バージョンの出荷が始まったから比べてみてと天空さんからお貸し出しいただきました。ありがとうございます。 Amazon での価格は現在 84,200円になっています。古い CPU のモデル、こちらですね。こちらの古い CPU のモデルは79,800円で販売されていましたので、約4,000円の金額アップとなっています。なお、私が見た限りでは、現在 Amazon では古い CPU バージョンの GPD ポケット2の取り扱いはないようです。それでは早速開封してみて、古い CPU バージョンのポケット2と新しいバージョンのポケット2、どの程度性能がアップしているのか比較してみたいと思います。箱を開けた感じは前回の GPD ポケット2と何ら変わらない感じですね。よいしょ。以前開封した時はこちらがおまけでこちらが本体でした。本体から開けていきましょう。ずつずつ、はい、さと、はい、ということで、右に持っているのが新しい CPU バージョンの GPD ポケット2、左に持っているのが古いバージョンの GPD ポケット2です。こうした方がいいか。基本的には外見は変わらないですね。重さは古いバージョンの方が 510g、 新しいバージョンが 517g と、個体差かもしれませんが 7g 重くなっています。では中見ていきましょう。はい、パッと見キーボード自体も全く変わってないですね。ですので外観上は同じポケット2ということになります。おまけを見ていきましょう。はい、上箱についているのが液晶保護ガラスですね。取扱説明書、パソコン修理依頼書、結構使えるキングソフトのオフィスライセンスカード、ありがとう名刺、保証書、そしてこれが結構好評だと思うんですが、 GPD ポケット2専用日本語キーボードステッカー、クロスタイプのクリーナー、イヤホンオールインワンって書いてありますけども、 SD カードリーダーライターです。これまでのところ同梱物は全て一緒でしたが、これが違いますね。ケース、フェルトなのかな、布っぽい生地に変わっています。少し大きくなってしまった感じもしますが、個人的にはこっちの方が好みですかね。それではスペックの比較検証をしていきたいと思います。それではまず第8世代 CPU を搭載した12月モデル、新しい GPD ポケット2の初期設定をしていきたいと思います。電源オン、はい、それでは新しい GPD ポケット2のセットアップが完了しましたので再起動テスト、左が第7世代の CPU を搭載した11月バージョンの GPD ポケット2、そして右が第8世代の新しい CPU を搭載した12月バージョンの GPD ポケット2、こちらを同時に再起動してみて、どの程度スピードが違うのか計測してみたいと思います。画面ではちょっと伝わりにくいかもしれませんが、右側、つまり新しい GPD ポケット2の方がディスプレイが鮮やかな感じがします。画面の輝度はどちらも 100%、 バッテリー節約機能もオフにしている状態です。それでは再起動をかけてみたいと思います。せーの、はい、結構違いましたね。こんなに顕著に違いが出るとは思いませんでした。今度はね、右左変えてもう一回やってみたいと思います。それでは左側が第8世代の CPU を搭載した GPD ポケット2、右側が第7世代の GPD ポケット2、位置を変えた上で再度再起動テストしてみたいと思います。はい、ちょっと時間が狂ってるってところが気になるところですが、体感で言うと 3,4 秒ほど
新しい CPU を搭載した GPD ポケット2の方が起動が速くなっていると思います。それでは次にドラゴンクエスト10ベンチマークソフトでそれぞれ計測してみたいと思います。左が第7世代の CPU を搭載した GPD ポケット2 11月モデルですね。そして右が12月モデル第8世代の CPU を搭載した GPD ポケット2です。設定はグラフィック設定標準品質解像度 1280×720 表示方法ウィンドウ、こちらで計測してみたいと思います。スタート。はい、ということで結果が出ました。新しい GPD ポケット2のスコアが4539、そして11月モデルの GPD ポケット2のスコアが3635ということなので、その差約900ということになりました。フルバージョンはまたサブチャンネルでアップすると思いますが、だいぶ差がついていて、再起動テストと同様 CPU が変わるだけで随分性能速度が変わってくるんだなという気がしました。次にシネベンチをテストしてみたいと思います。それではテストしてみましょう。スタート。はい、結果が出ました。12月モデルの方の OpenGL が 25.50fps、 11月モデルは 23.36fps、 CPU は12月モデル第8世代が 185cb、 第7世代11月モデルが 180cb というスコアになっています。以前テストしたドンキ PC ムガの OpenGL が 7.62fps、 CPU が 86cb でした。私が一番普段使いしているダイナブック V82 や動画編集などに使っている MSI のゲーミングノート PC に比べると歯が立たないスコアになっていますが、ウルトラモバイル PC としては十分なスコアではないでしょうか。はい、ということでいかがだったでしょうか。ベンチマークテストを中心に新旧 GPD ポケット2の性能比較をしてみました。1ヶ月の差でこれだけ性能差が出るんであれば、もう少し待てばよかったかなと私もちょっぴり後悔していますが、これから GPD ポケット2を購入されようという方はこちらの第8世代新しい CPU を搭載したモデルの方がよろしいかと思います。そして今回こちらの新しいモデルの GPD ポケット2をお貸し出しいただいた天空さんからクーポンコードをいただいています。天空さんのダイレクトサイトになりますが、ニューイヤー2019、ニューイヤー2019とクーポンコードを入力していただければ、 GPD ポケット2、以前私もご紹介したことがある GPD Win 2の本体がそれぞれ2000引きになります。有効期限は1月7日まで、2019年1月7日までなので、お年玉特価というふうになりますので、ご購入を検討される方は2000円安く購入できますので、こちらのクーポンコードをご利用ください。またそれ以降にこちらの動画をご覧になっていただいた方は、ぜひ概要欄にリンクがある Amazon のサイトよりご購入ください。ということで次回以降実際に使ってみた感想なんかもお伝えできればと思っておりますので、ご興味がある方はぜひチャンネル登録をお願いします。このチャンネルでは主にスマートフォンを中心としたガジェットについて、少し真面目な現象からちょっとふざけた実験的なことまでやっております。毎週平日の月曜日夜8時からは YouTube ライブ、ライブ配信もしていますので、お時間がある方はぜひご参加ください。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。